スパム扱いになっていたコメントをよみがらせてです、ね、で読みながらどんどん返事を今あのコメント返しマラソンをしている高野雲でございますけれどもさあどんどん行きます。 えー、スタンダードとゴックとズゴックそして文句のユニークという動画をアップしてな何を喋ったのか私全然記憶がないんですけれども、えー、すみませんマグマグさんからのそれに対してのコメントですねいつもありがとうございますおっさんだけでも今は我慢してくださいあそっかおっさんしかチャンネル登録者数いないみたいに多分ぼやいてたんでしょうねこの時の動画でね、えー、ダブル初代ガンダムファースト ダブルじゃなくて我慢してください笑いの W ですねで初代ガンダムファーストだけは大人になってもちゃんと見返しております笑いゴックの呼び方は慣れませんゴックだったのに途中で変えないでくれよといつも思っていますあとそうなんだよねあの登場員ゴックって言ってんのに今頃でも、ね、今頃というか気が付くとゴッグになってるんですよね でプラも初代ガンダム144分の1昔は真っ白で白しい生命ラインがはみ出すとよく目立った記憶がありますだからゼータシリーズのハイコンプリートモデルで色なども完成されているガンダムマーク2が出た時は子供ながらに感動した覚えがありますでもストーリーの内容を覚えているのはファーストだけです大人になって見返すと深いんですよねファーストガンダムエヴァにつながるストーリーのかっこよさがありますあめちゃ書き込んでいますね文句はソロトリオのものが大好きで タ,ライタリーラリラーンって言ってますよね。<laughs> うん、確かに、えー。ハニーサック,クローズ、いっつもそう聞こえる。タリラリラン、タリラリランですね。あ私もね、ユニークのハニーサック,クローズ大好きですよ。タラララランって来た瞬間、なんか笑い転げてしまうんですよね。なんかすごくやっぱりユニークって言えて妙な表現だと思いますね。で、本当にユニークは大好きなアルバムで、でもその割にはあんまり紹介してないなと気がつきました。 いずれ紹介しますお待ちください次がですね8月13日のジャズ、えー、マリガン・ミーツ・モンクについたコメントですね永井勤さんからのコメントです久保さんの過去のアップ動画巡りの旅 長いです。笑い。1957年8月13日、マリガン3つ文句の下り、見つけました。なぜかほっとしました。いいものはいい。それだけですよね。そう、おっしゃる通りでございます。で、次がですね、趣味のジャズ演奏、楽器は楽しい、楽器は高し、楽器は大変という動画についたコメントです。長、えー、井勉さんからのコメントですね。こんばんは、長井です。ジャズを聴こうと思ったのは2年前頃です。それまではずっとストラとレスポールなどの ソリッドギターしか弾いていませんでした。年をとって急にジャズとかブルースで使われるセミアコが欲しくなり、安いエピフォンのシェトラン2というギターを買いました。5万です。ギブソン335と同じ形です。太くていい音がするんですよ。そこからです。宇田大志さんとか高野久保さんを参考にして、ジャズギターテクニックとジャズってどこがいいのを探求している毎日です。いくら年をとってもパット・マルティーノみたいに元気で弾いていたいです。 <laughs> マルティのパッとマルティーノかっこいいですよねいいですよねもう私もそういうなんかベース弾きなお,おじいさんになりたいなと思っている今日この頃ですでえでも高野久保さんを参考にしてジャズギターのテクニックとじゃああ,あ,あそっか宇田大志さんがジャズギターの の動画でジャズギターのテクニックで,で私はジャズってどこがいいのをあの動画で探求しているってことですね。びっくりした。なんか私の動画を参考にしてジャズギターのテクニックを探求しているってどういうこっちゃって一生思いましたけどあ、そういうことですね。宇田大志さん、私も動画何本か拝見しましたけど、すごく丁寧に教えられる方ですよね。でちなみに宇田大志さんのお兄さんだと思うんですけど、あの滋賀県であのブログの顔だったっけかな、そういう動画を。 なんか5本ぐらい私見た記憶がありますよね。なんか、アメブロとか、なんかそういうブログのヘッダーの部分、トップの部分のデザインをしている方だったと思いました、宇田大使さんのお兄さんは。さて、えー、次の動画は、尿管結石あいたたたたっていう動画も昔アップしたんだね <laughs>。で、それについてはコメント、永、えー、井勉さん、お大事にゆっくり直してください。直ったらまたたくさん情報、教えててててくださいね。待ってます。はい。もう、感知しております。だけど、また、 あのまたちょっと酒復活してるんでやばいなと思うんでちょっと控えなきゃと思っています同じく市田真二さんからもコメントいただきましてどうぞお大事になさってください一日も早い排斥を祈っておりますありがとうございますおかげさまで多分排斥は自覚してないんですけども、えー、薬で多分溶けたんじゃないかなと思っておりますそれとドラゴンさんからの、えー、コメントですけれども 高野さんも石持ちですか自分も7年前に尿管の体外衝撃波結石破砕術、ESWL で去年は膀胱の内視,内視鏡手術で治療しましたお金は貯まらないのに石ばっかり貯まるんですよというのが持ち,バッ持ちネタですあそれいいな使わせてもらいますドラゴンさんありがとうございますでさらにまた尿管結石あいたたたたについているのマグマグさんまあなんて斬新な動画どうぞお大事にとはいえ明日は我が身なんですけどね おっさんになればいろいろあるそうですいろいろあるんですよマグマグさんで次にまた同じ、えー、釜石さんからもねお大事に心配ですいや,いやありがとうございますおかげさまで治っておりますですよで次がですね8月25日のジャズグッドネスっていうアルバム紹介してますねヒュートストンパーソンというテナーサックス奏者 を紹介した動画についたコメントですけれども、もえマグマ軍さんからのコメントですね。遅くなりましたが、これ自分なりに聞きました。オルガンジャズ、自分では実は苦手だったのですが、こういうまったりするのはこういう温泉チックだと意外といいもんですね。 ベース外だとこんんなに丸いのが似合ううでしょうか。ブルースっていうよりもまさに温泉まったりオルガン入るとブルーノートだと急にブルース色が強くなるのですがこれもまたそれと毛色が違う気がしますモータウンの色が濃い気がします自分だと絶対知りませんし買ってませんでした情報をいただけることがありがたいですいやいやせっかくね 紹介した地て買ってくださる方がいらっしゃるっていうのはすごく心強いし嬉しいですね。これは本当温泉ジャズですよ、温泉ソウルなのかな、なんかとても柔らかい感じで、本当になんか凝った気分がマッサージされるような、ほぐれていくような、そういうね気分になれる素晴らしいアルバムだと思いますよねでママグマグさんって結構私ね。 素晴らしいなとかありがたいなとか嬉しいなと思うのは結構紹介私動画するとポチッと買いましたってコメント多いんですよねなんかすごいなんか紹介した甲斐があるなって思わせてくれる視聴者さんだなと思っております で、またコメントがついてまして、いや、1曲目は結構ノリノリハードバップのようでもありました。でも全体的に通しての感想は、なぜかじわじわと温泉になっていった気がします。とにかくいいアルバムでした。温泉だけのキーワードで終わらなかったことは、丁重に訂正させていただきますってね。また、購入して聞いて、それで聞いた後の感想までも書き込んでくる、なんて素晴らしい視聴者さんなんでしょう。と思います。マグマさん、いつもいつも本当にありがとうございます。で、次のコメントいきましょう。 3月16日のジャズ「オールメンバーズ」というですね、えー、トランペット奏者ドン・スリートの、えー、アルバムを紹介した動画なんですけれども。 無事退院おめでとうございます。これ長井勉さんからのコメントですね。前回のネイティブカラーズ紹介の回は何か声に張りがなくて心配していました。でも今回のオールメンバーズの紹介では張りが戻っていましたよ。ところで上がる段が響かない私は今 ESP とマイルス・スマイルズを多分10往復くらい聴いているんですけど中でもマイルス・スマイルズ3曲目のフットプリンツすごいですね。トニュー・イデムスの刻々と変化していくドラムのリズムに対し奥でロンの黙々とそしてう う動じないうねるようなフレーズそしてフロントへロン・カーターの凄さはマイルスが存分に引き出しているアレンジだと思いますうん、おっしゃる通りあのー、フットプリンツはねショーターを代表する曲の一つだと私は思っていますけれどもまあ後に、ね、いろんなミュージシャンが取り上げたりしててね私はパッド・マルティーノのバージョンとかも好きだったりもしますけれどもでもやっぱりこの初演があったからこそいろんなミュージシャンの、うん 感性を刺激したんでしょうね俺もこういうふうに弾いてみたいと思わせるような原型をねフットプリンツの演奏マイルス・スマイルズで作ったんでしょうねやっぱこれはすごくいいムードというかマイルスの当時用していたねショーター・カーターウィリアムス・ハンコックじゃないと出せないムードだと私は思っていますのでまハ、あ、マっていただいてとても嬉しいと思っております。でで次がですね、えー 3月22日のジャズハッピーグラウンドというアルバムを紹介しました。これ、ジョニー・リトルという人、まああ、あるいはジョニー・ライトルという表記もされているんですけどね、この人の動画、紹介する動画をアップして、永井努さんからのコメントです。ジョニー・ライトル、初めて聞きました。いいですね。いつまでも聴いていたい優しい音色ですミ。ミルト・ジャクソンに比べたら確かに線は細いかもしれませんが、歌心は負けていませんよね。 というコメントですそう歌心なんですよ。やっぱ聞いてて、やっぱりあの気持ちいいし音色もいいんだよな、ビブラフォンはなと思いますね。で、ハッピーグラウンド。これは本当にねこ、こういうの聞くと、あとレム・ウィンチェスターとかもそうなんですけれども、そういう人たちを聞くと、本当、ミルト・ジャクソンとボビー・ハッチャーソンとライオネル・ハンプトンだけがビブラフォン奏者じゃないななんて思いますよね。だからたまに思い出したように聞いてます。ジョ,ンライトルジョニー・ライトルね。ということで、次の。 コメントも永井つともさんからですこれは3月24日のジャズリー・モーガン Vol.3 を紹介した動画についてはコメントなんですがリー・モーガンのアイリメンバー・クリフォードおっしゃる通り曲はすごくいいんですけどおっと、えー、曲はすごくいいんですけどお気に入ってる感じがしましたもう少し時間をかけて作れば全然結果が違っていたかもしれませんねそうまたねあの長井つともさんのお気に入ってるっていう表現私結構好きなんですよつまり まあ、ちょっと語弊あるかもしれませんけれども義務感で演奏しているみたいなそういうニュアンスだと思うんですけれどもとに,とにかく間違いないように音符を置いているっていう感じそれ以上のものが感じられないって多分そういうニュアンスで使われてると思うんですけれどもそうなんですよ世間的には名演って言われていますけれども、まあ、メロディーがいいから名演って。 思っている方も実は多いいんじゃないかなかと思ってます、まあ、もちろん破綻のない演奏で素晴らしい演奏であることには違いないんですけれどもただそこから先に見えてくるものというか来るものがあんまり私すいません感じられないんですねあの「リー・モーガン Vol.3」を聴いていると。なのののでその辺の感想は 永井勉さんと私は同一です、一緒でしたね。ということで、またちょっと10分タイマーかかってしまったので、続きのコメント返しはですね、また別な機会にということで、また一旦終了させていただきます。さようなら、バイバイよ。